Signore e signori, attenzione, il papà del bambino che indossa un cappellino blu è atteso all'area informazioni.今日のゲームの舞台はロンバルディア州モンツァにあるユーパワースタジアムです。収容人数はおよそ1万。モンツァのホームでこのゲームは行われます。この時間はモンツァ対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。シュート、モンツァカウンターを仕掛けます。このボール奪いに行きます。さあカウンタースピードを上げたいところ、ジュバンテリックスのボール、これでしょ。これはオフサイドはない。どうだ、スルーパスを出す。オフサイドですか。今日はこの人に注目ですよね。イタリアを代表する名ディフェンダー、アレッサンドロ・ネスタの登場です。はい、ネスタのディフェンスをこじ開けるのはなかなか難しいでしょうね。楽しみですよね。そうですよね。彼のプレー、改めてどんなところが。シュート、メッシーでパウルへ。ここからカウンター早いでしょ。ここはカットします。スピードアップしたいでしょ。ここはこのマッチアップどうなる。さあ今日は立ち上がり両チームとも悪くない印象です。まだ始まったばかりですけども両チームとも悪くない印象ですよね。ジョアン・フェリクス、仕掛けるタイミングを図る。いけるかと呼んでいた。クリバリ、このボールをカットします。さあサラ、さあここでカウンター。このスルーパスは通りません。さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。ボールに立ちますよ。フリーで受けた、ジョアン・フェリクス。ジョレンテ、カウンターですよ。これもファウルですもんね。幸運にも注意に終わりました。クルトワ、しかしこれよく止めましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。マンチェスターユナイテッド、このパスはキーパーへ。フェリックス、チームに合流した時よりも実力が確実に伸びてきてますよね。そうですね、ここまで成長したのはこのチームに来てからですよね。
今では非常に大きな存在になりましたからね。ジョレンテ、ここまでは両チームともチャンスを作っている印象ですが、まだ0対0。前半から狙った、ペドリ、ここからですね、空いてますからね、立っていきたいところですよね。どうだ、さあジョアン・フェリックス、スピード上がってきますよ。いいですよ、攻守の切り替え、組み立てながら攻め上がっていく。メッシ、メッシ、いけるか。メッシからのクロス、クリア。このピンチをなんとか出します。カリル・クリバリから大きくサイドチェンジ、こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。メッシに渡る、通るのか、このパス、シュート、ドボッソ、サラ、シュート、来た、先制。マンチェスターユナイテッドから先にゴールを奪います。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんでしょうね。先制ゴールを決めました、1対0。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。インターセプトを狙う、キミヒ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サラーからジョアン・フェリックス、メッシ、マンチェスターユナイテッド、カウンターを仕掛けていきます、奪います。ここでのパスは危ない、メッシ、メッシ上げる、ヘディング、同点、マンチェスターユナイテッド、またすぐ同点です。北澤さん、これは、いや、この点決められた後相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。冷静にヘッドで、それもダイブで決めました。ここだと思って突っ込んできましたよね。いい飛び込み見せてくれましたね。シュート、非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。見応えのある好ゲームです。さあ、まずは最初の45分を終えました。非常に打ち合いになったなという前半になりましたね。まあお互い得点できているので、あとは打たせる前に早めに寄せていくディフェンス、これが必要でしょうね。モンチャ対マンチェスターユナイテッド、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。早々とこの後半始まっています。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。このシュート、クルトワ、ジュール組んで危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。このボールに触ります。モンツァはハイプレスからのショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ、シュート、勝ち越し、マンチェスターユナイテッド、試合をひっくり返します。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあ、マンチェスターユナイテッド1点をリードしてリスタート。いや、素晴らしい逆転でしたね。とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。さあ、カウンターを仕掛けます。抜けてくる、
うわ、展開早くなってきましたね。ジョアン・フェリックスが受ける。ジャカ、流れを止めます。自分で行く。さあ、ジョアン・フェリックス、シュート、決まった、追いついた。決められてから北澤さん、またすぐでしたね。いや、すごいな。動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。メッシ、今日2点目のゴールです。Sostituzione di giocatori. Numero 20. Numero 18. さあ、ともに選手交代があるようです。さあ、勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。失点した後なんですけどね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね。はい。チームの強さを見せましたよね。抜けてくる。久保。Numero 6. うまくボールに行きました。さあ、一気にカウンター。ジョアン・フェリックスからグリーズマン、奪い返します。スペースを使う。さあ、ジョアン・フェリックス、これはチャンス。コース空いた。柔らかいボール、久保、グリーズマンからジョアン・フェリックス、サイドへ、マレッラ、このボールをカットします。久保、奪いに行きます。どうだ、ここは読んでいました。マンチェスターユナイテッドとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ニコロ・バレッラへ、これを読んでいた。モンツァとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。グリーズマン、グリーズマン、マンチェスターユナイテッド、このビッグチャンスものにできませんでした。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。モンツァ、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ゲレイロへ、ゲレイロ、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。シュート、モンツァ絶好のチャンス、ものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。うん、ショート行きましたね。でパウルへ、上がる、飛び込んだ、キーパー止めた。必死のクリアですよね。
残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。クリア。このピンチをなんとか出します。シュート、クルトワ。さあこぼれた。クリアです。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。ci saranno 3 minuti di recupero。お互いのこう意図が合わないですよね。ベンイエデル、ここは抜かせません。ベンイエデルへと、この距離から狙う笛です。2対2、引き分けという結果になりました。今日の試合はカードが1枚。